本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はカープ最終戦ですね。もうすぐ、そうですね、始まりますね。まあ今日勝って本当にこういい締めくくりしてもらいたい、そういう気持ちですね。まああとはね、よく広瀬、倉選手、両選手をね、いい形で送り出してもらいたいですね。ああ、そうですよね、ホームですしね、また盛り上がって終わってほしいですよね。さあ、そしてその引退について番組でもお伝えしたんですが、今回スポラバチャンネルではこちら、現在楽天イーグルスで元カープの栗原健太選手が現役を引退されるということになりましたよね。そうですね、去年もスポラバ、出てもらいましたね。はい、びっくりしたニュースだったんですけど、まあ、簡単に栗原選手について説明させていただきますと、2000年に日大山形からドラフト3位でカープへ入団、2006年からは4年連続で20本塁打以上を打って活躍し、2011年には一塁手としてベスト9にも輝きましたが、2014年以降は右肘の故障などもあり出場機会が減りましてですね、2016年からは楽天にテスト入団をしたんですが、今季1軍での出場はなく今季限りで引退ということに、はい、なりました。まあ、山内さん知った時どうでした？まあ、やっぱり寂しい思いをしましたね。はい、まあ怪我でね、右肘の本当いいバッターだったんですけど、右肘のねちょっと痛みがあってバッティングの方にも、ね、影響していったっていうのがちょっとかわいさの部分はあったんですけど、まあ本当に低迷期4番をね打ってくれて活躍してくれましたよね。はい、まあ、そのさっきも言ったんですけど、スタジオに来ていただいた時も、フラグを作ったじゃないですか。はい、そうですね、このメッセージがやっぱりすごい愛されていたんだなっていうのが感じましたよね。ちょっと、まあ、寂しい気持ちもあるんですが、まあ、その引退についてお話を伺ってるんですが、はい、山内さんもこう引退をされた時のお気持ちというか、はい、お気持ち、まあ寂しい思いはありましたけど、まあ、自分で引退を決めるという部分ではやっぱりこう、やっぱりプロですからね、やっぱ技術がこう、まあ、体力的技術的に衰えてきたっていうのはやっぱり少し分かるんですよね、選手がね。そういう部分でプロとして、まあ、お客さんにその技術が見せれるかどうかっていうところがね、やっぱその判断になるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりそれ自分の中でこう衰えてきたというところで、引退をね決意するんだと思いますよ。まあ、やっぱ寂しい気持ちが勝ちますか？そうですね、寂しい部分と、まあ、体力的にきついという時には少しこう引退するのにホッとするところもね、そういう選手もいると思いますね。あ、はい、まあ、例えばもう痛みの我慢しなくていいんだとかね、そういうコメントはねちょくちょく出ますよ、引退した選手から。ああ、そうなんですね。はい、ちょっと解放じゃないですけど、そうですね、解放されるっていうのがあるかもしれないですね。まあでも引退していただいたので、この TSS にもね、山内さんがいらっしゃるので、およかったです、ね、まだ現役だったら出てないってそうですそうです、でそういう道もう今現役だともう120キロぐらいの球だよ。いやいや、もうすっごい速球です。ありがとうございます。本当に栗原選手も、ね、カープを支えてくださって、いや本当そうなんですよ、まあ、優勝したかったって言ってましたけどね、栗原もね。でもなんかまあ今ちょっと思い出すと、山形から来たんですよ、はい、栗原が、はいはい、ね、1年目18歳19歳ですよ、でもねすごいこのティーバッティングしてるっていうバッティングしてる姿を1年目から見ると、あ、この子はなんかこう良くなりそうだなっていうのがあったんですよ。へー、予感はね。で通算打率が2割9分なんですよ、はい、2割9分を超えてる、はい、これはねハイアベレージですよ。そのいいなって思ったのは、なんかスイング見て、まあ、体の大きさもあったし、そのスイングする姿を見て、この選手良くなりそうだなと思い出しました今。あ、そうなんですね、もう本当にでもお疲れ様とお伝えしたいですね。そうですね、いやいや、お疲れ様って言いたいです本当に。はい、もう感謝をね、お伝えしたいと思います。で今日はこの辺で、はい、引退というテーマで失礼したいと思います。はい、おい、ちょっと待って、これなんだろう。あ、そうなんです、忘れた。これを言うの、そうなんです、はい、そう、なぜこの、ね、T シャツを着て引退という話をしてしまったんですが、はい、またこれは別でですね、はい、来週10月8日土曜日はお昼1時から5時半まで4時間半で生放送をお伝えします。全員出動、ここからテレビ、カープ&釣りごろ日本一スペシャルと題しましてですね、もう中継も出ますし、はい、スタジオでももうたくさんの出演者の皆様集まってお伝えします。おー、頑張ろうか。じゃあそうなんです、私とね、山内さんはカープを担当しますよ、カープのスポーツコーナーを、はい、得意なのか担当します。これどうよ、釣りごろ、釣られごろよ、カープが帽子かぶってくれてる。こちら、出演者みんなが着る T シャツなんですが、このカープ坊やの帽子が
釣り子と釣られ子になっていて、いいよねこれね。あ、ちゃんとこれリールも、そうなんです、マットじゃないんですよ、特別に竿でね、今回は広島マイケルが、広島マイケルが何これ魚に乗ってんの、そう乗ってますね、はい、こういったねスペシャルな T シャツも着て、うん、皆さんもう元気にお伝えしますので、ぜひご覧ください。それでは本当にこの辺りで失礼しましょうか。いいでしょう。いいでしょう。